そう、この間のいつだっけ、日曜日だっけ、あの急遽私が前座に出演させていただいたじゃないですか。でその時はあの何、もともと出るって言ってなかったから、多分みんなもね来れなかったって人が多かったので、あのそうメール見てたら DMM で見るねって方が多かったので、 DMM にのカメラを結構見るようにしたんですけど、それが伝わっていたらいいなって思いますでもなんかその曲見どもりだったんじゃないですか、日曜日は。で見どもりとかだと、なんか見どもりとか多分他の曲でもなんかカメラで抜かれるところがたまに、なんかたまにね違う方向で抜かれるけど大体一緒だから、今までの見どもりの VMM を見てカメラに視線を送ったので、ぜひ DMM も見てねなんか私聞きたいんだけど、私がお出迎えしたらいい席になれるなっていう人いますか分かんない、別にあれ正直マジレスするとお出迎えの人関係ないと思うけど、あのまああるじゃないですかそういうのが何かたまに、いつだっけな、何か私がお出迎えした人、ピンク振ってる人が前の方にめっちゃいた時があって、絶品バーガーを気軽に楽しめるか、待って何それだからゼッテリアなの。こんにちは、かわいい、ありがとう、めっちゃその絵文字私も使う、そういうキルルンみたいなやつ。体調悪くて会社休んで、大丈夫大丈夫か、無理しないでね、暑いから、暑いから冷房をちゃんとつけて、私の配信を見たら多分ねちょっとは良くなるように私がいいことを話してあります。うん、ちょっと言ってかかないね、服の選びは迷うね、確かに。ハートありがとうね。最近めっちゃみんないろんな時におでむ、ん？おでむ？何？いろんな時にハートしてくれるから嬉しい。こうやってやらなくてもみんながこうやってやってくれる時がある。23の夜公演待ってるね。こんにちは、はやきありがとう、ペライトありがとう。そうそう、本当はね今日カラオケ配信をしようかななんて思ってたんですよ。需要があるかわからないのでみんなに聞いてからにしようっていう感じ。いつもチャットにメールありがとう、全然だよ。もうねと分かんない、私の目を取ってる人どのくらいいるか分かんないんですけど、そんな送ってる方ではないのかな、分かんないですけど、そんなに1日何つも送っている方ではありませんので知ってるかでもその分一通の内容長文にするように、内容をちゃんと、あ、中身のある内容のメールを送りたいって思ってて、これ絶対なんかの配信の時も言ったな、なんか今すごいデジャブを感じたので絶対言ってます。チャットはマジで今チャットのキャンペーンが今日までなんですけど、そういえばチャットはマジでなんか本当に独り言みたいなことを書いてると思います。多分なんか思いついたらチャットに書くぐらいのノリでチャットに書いちゃってるのででもメールは割と考えてます私メールは絵文字とかも結構こだわってるので
こんにちは、リアムームレス、アザーマスター、アザーマスター、久しぶりに見れて嬉しい、ありがとう、久しぶり。カイリさん、そう、なんかもう先輩いない、うまい。カホさんがすごく私の中ではすごく上手、お上手だなと思っています。ウィンクしたのバッチリ DMM でした。本当に良かった。実はね、まだ全然ちゃんと見れてないんだよね。この前2列目だった。なんか待って、いつのコメント読んでる私そう、ジンクス的なやつ。ピンクのたい焼きありがとう。たい焼き食べたいかも。ひろちゃんのゼロゼロ席読まなきゃよかったです。このコメント、5月2日の昼からめっちゃ小さい。今日の服かわいい、ね、かわいいでしょ。しかもね、ここ、あ、見せたいかわいさを。ここがあのパールがついてて、しかもここがフリフリしてて、しかも ここが何、花、花柄。しかもこの、この夏っぽい、なんて可愛い。しかもここがクシュクシュってなってて、しかも色合いも超可愛い。もう最高。やっぱりマモン東京しか勝たんです。ミリちゃんのお出迎えと結構いいかも。おお、本当に嬉しい。どうなんだろうね、私がなんかお出迎え一席になるといいなと思うのであの、私のお出迎え来てください。ミリちゃんに受付してもらえたらどんな席でも神席です。ありがとうね、なんか申し訳なくなってきた。たい焼きありがとう。いつも悪い席だからメイちゃんの受付すれば両席になる。じゃあ待っています、待っています私があのね、お出迎えしたら、ね、サージェントとか来ちゃったりし、あ、ごめん、なんでもな、こういうこと言うからダメなんだで、仮にさ、みんなのがこれを聞いて来てくれた人がいて、どうしよう、めっちゃ後ろの方になっちゃったら、めっちゃ後ろでもうなんか柱みたいな席になっちゃったら、もう私はもうどうやって生きていこうって感じなので、ちょっともう何もこれ以上何も言わないでおこうかな怖くなってきたこんにちは、メリちゃんの配信が僕の勝負ワクチンここにありますショールームの配信ありがとうございます、ありがとう。私本当にいつのコメント読んでるか分かんない。カラオケっていつ言ったっけ、カラオケ、カラオケする、聞きたいですか。すごく長文の中身もしっかりしております。お写真もとても可愛いです、ありがとうございます。めっちゃ褒められた気分、めっちゃすごい自己肯定感が上がりました今ありがとう。今日ハーフツインをね、自分でやったからあんまりうまくない。なんか寝かせ目、寝かせ目とか言ったらみんなわかんのかな、わかんない、あの低めで寝かせ目でハーフツインしました。いつもメイクさんにその日のハーフツインの高さとか、そのハーフツインがなんかこう立ってる、ブインって立ってるやつ、ゴキブリみたいな、あのゴキブリの角みたいなこうなってる、昔私んいつぐらいかなやってた時があるんだけど、ハーフツインかこの
ちょっと、ね、寝てる感じのハーフツインか高めか低めかっていうのをいつもメイクさんに言ってからやってもらうんですけど、前座の時にそう最近はちょっと寝かせ目にハマっているので、土日はどうしようかな気分でやってるんだけど、奇跡のけん玉動画には泣いた。そうチャットにけん玉をしてる動画を載せたんですけど、見てくれた？載せるか悩んだんだよね普通になんか結構マジで素ですって感じなので私の載せるか悩んだんだけど載せました意外とみんながそう喜んでくれたから載せてよかったけど、ミリが食べたり飲んだりしてるもの分かりやすくていい。そう今日はこれをね、これがお供でした。私のセブンの濃いライチサイダー、もうね炭酸抜けってぬるいからあれなんだけど、なんか私ね何コンビニの新商品とか結構、これめっちゃ夏っぽくないコンビニの新商品とか結構アプリ全部入れてるんだけど、コンビニのアプリ入れてんだけど、セブンイレブンのアプリで新商品チェックしてたの昨日、したらなんかこれが出てたので飲んでみたいと思って今日は朝からセブン寄りました。こんにちは、ジョージセブン。なんかあれなんだよね、寝起きだからあんまうまく歌えないんですけどほらありがとう、こんにちは。バスセンターの上にたい焼きさん、え、そうなの、え、知らないかもえ、そうなの、行こうかな行こうかなとか言ってフフ23日メリちゃんの出迎えならいつ聞けるかも、待ってるね出迎え。かわいいお洋服だね、かわいいお洋服だね、 ありがとうございます大丈夫、お互い気まずくないですかメリちゃんとたい焼き食べに行きたい、行きたいね、たい焼き。たくさん色確かに初夏っぽいかも、天才、可愛すぎて泣いた泣かないで、可愛くないけど高いんでしょ、いくらで買ったっけ、あんま覚えてないかも、どっかに書いてないかな、値札がついてるわけなんてなくて、でもこれはそんなに安くなかったみんなが簡単に言ったらみんながプレゼントを送れる金額って感じ、ジャストって感じ伝わる、こんにちは。22日ヒルル公演だった、待って、こんにちは、ダメわかんない、わかんないでこれわかんない、最近大森聖子さんの曲ばっか聴いてる。ミリーと話すことが目的だから最近は二の次、ありがとう、なんかはじめまして、16日受付ありがとう、こちらこそだよ、こんにちは この前の土曜日昼のお出迎えありがとう、こちらこそ、なんかあれなんだよね、みんなさ毎回来れる人の方が少ないじゃん、多分たまに来れるっていう人の方が2層なので、
嬉しいよ、私のお出迎えに来てくれて。お前めっちゃラグあるね、ごめんねちょっと早めに読もう。やばい、待って、ラグありすぎて私何の話してるか分かんないちょっと待ってね、こんにちはえ、何の話だっけこれなんでみんな笑ってるのこの時ほらありがとう、ハートありがとう、初見です、ありがとうございます。レイちゃんにつけてもらえるように小さい振ります、ありがとうございます。ピンクとピンクなんで、昼間にメリちゃんからちょっと来てビューテックの学生で、そうなの、私はね何時でも、何時でもっていうか8時から22時の間だったら送れます。そう、もう二十歳なので今まさにそれ飲んでる。そうなの、これ胃袋お揃い界隈じゃないか私も飲もうじゃこれで胃袋がお揃い界隈になったねえ、これ普通に美味しいから買ってみてほしい。そう、美味しいんだ、フォローしました、ありがとう。あ、ちょっと待ってね、りーちゃんにたい焼きの差し入れをしてあげたいくらいあります。たい焼きが、たい焼きが好きなのねこんにちは、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 こんにちは。この前メリーちゃん初めましてできて幸せでした、ありがとう、私も嬉しかったよ、会えて。こんにちは、こんにちは、こんにちは、フォローありがとうございます。あ、コメント間に合ったよ全然読んでないけど、炭酸飲めないの、炭酸飲めない人たまにいるよね。炭酸飲めない人ってさ、お酒も飲めないのかな、どうなんでしょうか。こんにちは、こんなに可愛いメンバーいたんだ、ありがとう、嬉しい。確かにたい焼きも好きだけど、なんだそれ大好き、ありがとう、コメント追いついた、たい焼きありがとう。フォローありがとうございます。今日は、今日お仕事があったけどこのポーズしましたそういえば何かは言わないっていうお酒飲めないんだ。あ、私はアイデ、アイリーではなくメリーですなんかメリーの愛、目って愛っていう字、よくあのあって呼ばれるんですけど、アリーちゃんってか言われたことあるけど、メリーですこれをメリーって呼べる人って多分いないよね、いたら本当に逆に怖いフォローありがとう、ハートありがとう可愛すぎる、ありがとう。お酒は、私はねもう二十歳なので多分お酒の話してい いのかな、わかんない、たまにお家で飲むくらいで「たい焼きありがとう」熱くなってきた、なんでだろう、こんにちは。
こんにちは。最近ハイボールを飲んでいます。ハイボールですか？待って、私あれだね、あの二十歳になってからどんぐらい経った？4月、今月は6月。え、待って、私2ヶ月しか経ってないの？二十歳になってから、なんかもう1年ぐらい経ってるくらいの気持ちなんですけど、なんかまだ私は子供みたいです。お酒弱いの？最近メンタル安定。なんかもうみんなに若いよね、きっと私の。だって多分私って分かりやすいぐらいさ、メールとかチャットの頻度変わる気がするんですけど。どうなんだろう。そう、メール頑張って送っているので、ぜひ返信してください。もし時間があれば。そう、最近暑いよね。ミリちゃん大好き、ありがとう。メール毎日楽しみにしてる？じゃあ頑張って書かなきゃだね、メール。メールやばい。ハードル上げ、ハードルが。メール、でもこれだけは言えることは、私のメールを取ってくれれば、私の好きな食べ物とか、あの、なんだろう、いや、わかんない、好きな食べ物は多分わかると思う。あとはあとはやばい、下手かも、こういうの。ちょっと難しい。キュルキュルしてるメールを、キュルキュルしてるメールってなんだ、キュルキュルしている感じの感じが私の理想のメールなので、頑張って書いてます。ハートありがとう。ハート、ハート、ハート。私は暑いのは結構苦手です。昔は全然そんなことなかった、そんなことなかったし、夏場登山行ったり海行ったり、割とアウトドアだったんだけど、最近はもうなんか結構夏バテしちゃいがちだから、家にいがちです。夏は和菓子のあれっていつまでなんだろうか。和菓子、私今日あのね、もうあの叶えられなかった夢だから言うんですけど、私今日弥彦に行こうと思ったんですね。おかしいだろって感じだけど行こうと思ってたの。それでなんか、なんだっけな、名前忘れたんだけど、すごい可愛いお団子のお店があって、そのお団子屋さんに行きたいなって思ってたのね。最近きっと私のメールを取ってる人ならわかるであろう、私最近一人でいろんなとこに行ってるわけですよ。そして一人でいろんなところのカフェに行ったりして、なんかずっとね、あの携帯触ってるか本を読んでるかしてるんだけど、だからお団子食べたかったの、可愛くて映えって感じの団子があったから行けなかった。だから落ち込んでいます。仕事終わった、帰宅中、お疲れ、お疲れ、お疲れ、キワキワ、キルキルでキラキラでチュルチュルなミリーちゃんだよ。でやばいな。20日までなんだ。ん、今日は何日だ。
16今日って。こんにちは、フォローありがとうございます。なんでメロンソーダ、服がメロンソーダっぽいからです。私がさくらんぼ、あ、もうこれがこれさくらんぼの、あのあれで伝わって、あのこの紐みたいな、これえ、なんだっけ、あれなんていうの、ヘタみたいなやつ。あそこの団子屋さん映えですよ、美味しい、伝わってる、すごい行きたかったの、めっちゃ。ありがとう、このこれ何なんだろう、これ寒天みたいなやつ。絶対に違うんだよな。え、待って、今日19日え、嘘、16なわけないんだ、だって16って日曜日だったよね、全然だったよね。え、待って、やばい、気づいたら日が過ぎてってる、怖いよ。こんにちは、そうやひこ、やひこ、そう、なんか最近あのやひこさん、やひこの話してるから、あの話すんだけど、やひこさん、諸橋さんを卒業されたね、2期生のやひこさんの踊り方がやっぱりすごく好きで、あのそう、別のアイドルグループなんだけど見ています。めっちゃ見てる実は。ありがとう、ペンライト、だるままありがとう。そうだよ、やひこ駅から近い、そう、そう思ってね、行きたかったんだ、何らかの和菓子。そうだよね。こんにちは、お勉強頑張ってる、お勉強は勉強なのか、うん、でも本はめっちゃ読んでるよ、そのぐらいかな。そう、ダンス、なんか髪を使う動き方がすごく好きで、全身で踊ってる感じがめっちゃ好きなんだよね。あとシンプルにお顔がすごく好きです。ね、すごいよね、振り付け、うん、わかる、ちゃんとアイドルって感じなの。だからあのめっちゃすごくあんまり言いたくない、私の裏話すぎてあんまり言いたくないんですけど、なんかあのすごくやひこさんの踊り方が本当に好きで憧れすぎて、前座のギリギリに、前座出るギリギリにその動画、その別のグループだけど動画を見て、なんとなくなんか踊り方っていうか、そのなんだろう、なんだろう、感じるものがあって、やっぱりだからそれを見ております。で、あ、こういう感じでやろうってギリギリにちゃんと確認して出てるので、結構頑張っているつもりなんですけどね。そう、みりちゃんいいところ注目してるね、ありがとう、ありがとう。こんにちは。そう、イメトレみたいな感じはよくしてます。なんかなんだろうね、良くも悪くも作業みたいになっちゃうと嫌じゃん、前座が一曲しかないから、なんかそう、絶対そうならないと思うけど、なんか毎回
更新したいというか、なんて言ったらいいんだろう、なんか毎回その結構多分前座出てる方じゃないですか私って。だからこその何パフォーマンスを向上させたいという気持ちから多分来ています。ハートありがとう、フォローありがとう。やっと家に帰ってきた。おかえり、待ってたよ。そう、パフォーマンスはなんだろう、割と自信がないと言ったら嘘になるなので私の目標はもっと視野を広げたいってずっと思ってます。でもなんか難しいんだよね、なかなかそのなんだろうな、やっぱり前座一曲でその私割とあの前座でその走っていた時とか自己紹介の時とかに割と自分のペラ振ってる人のことをその時点でちょっとチェックしてるんですね、見てるんだけど、なかなかなんかみんなにレッスン遅れてたかっつったら多分違うので。最近ありがとう、研究生公演始まったら見に来た、来てほしい、待ってるね、頑張らなきゃだね。ありがとう。なんか一曲しかないからその一曲で見つけてもらわなきゃっていう、なんか何なんだろう、いろいろあるんですよ。そう、前の方はね、もう行ったらすぐ分かるから。でもやっぱりなんか、分かんない。私が同じピンクピンクで同色だからか分かんないけど、すごく見つけやすいなって思います。ゆりちゃんも坂道さんの楽曲もいける？何が？歌？カラオケ？カラオケは、坂道さんは歌えるやつと歌えないやつが結構あります。曲でちゃんと見つけました、ありがとうね、嬉しかった。チュルルルチュルチュルルチュルチュルルチュルチュルチュル、みどもりの話なんだけど、みどもり、私の服今日みどもり見た、つないでいくか分かんないですけど、みどもりの、で、最初のね、で、あの、イントロのとこの、で、みたいな、なんか、あの、フリーでポーズをできるとこがあって、2回。あるんだけど、毎回変えてるんですけど、その時の前座のメンバー、みどもり8人じゃん。で、その時の前座の出てるメンバーでみんなで話して、なんかポーズ合わせる時もあるんだけど、日曜日は合わせてたね、日曜日は合わせました。日曜日は確か昼がひのさんの誕生日が前日だったから、ちょうど 前日に別のあれがあったので、この敬礼ポーズを合わせておりまして、夜にみんなでハートをしようって
いうので、私は何かしらのハートを確か作っている気がする、あんま覚えてないなので見てみてください、 DMM とかで。私は多分そこは抜かれてないですけど「あの影は時折の風に揺れながら」私結構ね、身の回り結構こだわりポイントたくさんあるんだよね。ただ踊ってるだけじゃないということを分かってほしいので言うんですけどまずなんだろうな、なんかトゥ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 の時は顔をの角度をちょっとこっち向きにしてます、その方が可愛く見えるから。あとはトゥ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 木漏れ日の下の葉の影は葉の影は、でこの時折の時折の風にでやるんだけど伝わってるかなみんな、わかんないけど、ここになった瞬間に顔をキュッて曲げるの。これは赤いリカ様を継承しています、ちなみにそうキュッて曲げて、こっち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 で顔の角度を、何時折の風に揺れながらで顔の角度を毎回変えてるんですよ。結構こだわっています。そうあとはなんだろう、しまった道の向こう、君は来るか来ないのか、あのね、あの身の回りって感想で二人ペアになってなんかこうあるじゃないですか、わかるかな二人でなんかこう踊るとこがあるんですね。私そこ結構何多分毎回ニコニコ、めっちゃニコニコだと思うなんかおもろくてゆるくにじんゆるくのめくり歓迎されてる感って感動しちゃった。よかったよかった、ありがとう。なんかでも嬉しいもん来てくれて、ピンクは最高。たゆきありがとう。あ、これですか。そう DMM ぜひまた。やっぱ私も見たい。なんかあれしたい、みんなと一緒に見るやつしたい DMM。緑とメリの運動公園。一文字違うからってさ、ちょっと意味わかんないこと言わないでください。そう、まあ絶対気づかないよ、多分普通は。そう、私結構入れてます。あの、リカさんポイント。うん。入れてる曲が多い。むりちゃん面白い。あそこはひろかちゃんとのペアだからよく覚えて、ちょっと前もあのあれか、あそこのポジションね、あの影はあの追っかけの方で、なんかその日曜日久々に そのポジションで出たからちょっと緊張っていうか、久しぶりだとやっぱ緊張したんだけど、あの時は朝方だったっけ確か。
23日もピンクピンク振ります、ありがとう、つけるね。そうマックスも0 1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 0
ずっとマックスと315号を披露することって私はまだあまりないんですけど、前髪いい感じ、いやいい感じでもないですね、いい感じだったんですけどいい感じじゃなくなりました。今日なんか思ったより風強かったじゃん、じゃないですか、新潟の人多分今日思ったより風強くて前髪が死にました。こんにちは。日曜日最前でレスたくさんもらって嬉しかった。よかったよかった。でもなんか私割と何センターやや神手くらいが多い気がする。そんなことないか分かんないいやそんなことないわ、そんなことないです、土日は全然そんなことなかったですメロンソーダ僕も好きです。一緒だね、私もめっちゃメロンソーダ飲む、めっちゃドリンクバーとか行ったらメロンソーダばっか飲んでる。ハルコのお茶持っていきます、ありがとう。ね、風強かった。メロンジュースいいね。後ろに行っても見つけてレスするね頑張る暑かったけど逆に風が強くてよかった。でもね、普段だったら私は思えてるんだけど、今日は思えなかったね。でもなんだ、フォローありがとう。こんばんは。君のことが好きやけんも好き。いいね。そう、髪型がねせっかくセットしてスプレーで前髪固めても今日みたいに風が強いと崩れちゃうのでちょっと悲しいです全然普段っていうか全然お仕事とかじゃない人とかあったら全然風暑い時風吹いてくれたら逆に嬉しいくらいなんだけどさ。16日はメイちゃんの受付でハッピーって言ってよかったし、しかも最前列でさ、そうだよね、覚えてるよ、めっちゃいい席にいるなって思ってたメイしかありがとう。そう、意外と覚えてるみんなの席。でも逆に私が受付したのに、あれあんな後ろにいる、あ申し訳ないっていう時はある汗かくと大変。そう、でも私はそんなに汗かきのタイプじゃないと思ってるので。まあ何だろうな、なんだろう話の続きだけど、なんかすごい前座4曲でも見どもり以外でもこだわってるところ結構あって、そう、なんだろう、順序よろしくは、うわ伝わらねえ、絶対伝わんねえんだよなこういうの絶対伝わんないんだけど、
あるんですよね。23日楽しみだね。新潟のこの時期は湿度が高くて困る。うん、ジメジメしてるよね。なんか順序よろしくって、つっちゃ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 だ、言い過ぎだよ夕日に向かって叫べで、あ、絶対伝わんないんだよねこれ。全身映ってたら多分伝わるんだけど、なんかだ言い過ぎ、このだよの時にちょっと腰を絶対伝わらないから言わないとこう。そうあるんですこだわりが。あとは、なんだろうな、何かがいるもんこだわってるところあるし、ないわけないよねって感じなんだけど逆に。こんばんは。あれはなんだろう、大人になる前には私そんなに出たことなくて、確か大人になる前にはねそんなに出たことないんですけども、あのそう頑張ります。そう大人になる前には唯一ソロでの歌わりがある曲なので、人数少なくてなんか普段よりね緊張する気がする。そう私急遽だったのでね、こんばんは。そうそこを注目してほしいです。順序よろしくは割と神手って感じなので。はい。こんばんは、こんばんは。夏に会いましょう。ドゥ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 。反省そうだ。無事帰宅しました。お帰りなさいませご主人様。お出迎えの時毎回緊張しちゃうんだよな。うん。なんかでもわかるよ。なんかあこの人緊張してるって思う時ある。なんかそうだから。あれなんだよね、これなんかあんま話しかけない方がいいのかなっていう人もいるけど、でも難しくないですか、みんなもお出迎えの履き際っていうかな、なんていうんだろう、その後ろに人が、まあ、いなかったら喋ってもそんなにいいじゃないですか。でも後ろに人が並んでるとあんまり長く喋れないじゃん。難しくないって思うんだけど、やばいお腹空いた、かわいすぎです、ありがとう、たい焼きありがとう、ごめんなさい僕もです。こんばんは。てか今何時だ、時計がこの家にはないです。君も知っているよ、ずっと前から全然そんなことない、そんなことないよ、僕はそう思わない、ただ君だって。こんなに好きにならないよ。今日まつげ短い日だ。人の切れている時を狙うようにしてる。確かにめっちゃいつもいい時に来てる。
てるんだけど天才だね、ありがとう。やっぱそういうのあるんだね。受付時後ろは常にチラ見して確認しています。だよね、みんなそうだよね。当日券だと長く話せる。確かに確かに確かに、当日券の利点ですね。こんばんは。あ、ありがとう、教えてくれて。サイなので喋れないです。私が頑張っ、私もね、そんなにあれ、めっちゃ喋れる人じゃないので、多分変なこと話しかけたらごめんなさい。人気さん、メリーちゃんしか見てない。見送りもメリーちゃんしか見てない。ありがとう。帰宅した時からおしゃべりから当選って何だろう。うん。すごい。うん。どういうことだ。いいな、ラーメン食べに行きたい。私もラーメン食べに行きたい。今日食べに行こうと思ってたの、行けませんでした。とりあえず新潟駅のさ、ラーメン屋さんをめっちゃコンプリートしたい。あと行ってないとこね、あそこだけなんだ。だるま屋ラーメンだっけ。え、違う、え、違うかも、わかんない。え、なんかそういう感じのラーメン屋さんがあるじゃないですか、新潟駅のラーメン横丁のとこに。あそこだけ食べてなくて、他のラーメン、そこのラーメン横丁のラーメンは、そこ以外は他全部メンバーと行きましたので。伊藤屋さんが一番美味しかった、私の中では。まだそこも食べてないけど。ありがとう、教えてくれて。カラオケする？そう、お出迎え空気に読み合いです。うん、確かに。みんなもみんなで大変なんだなって感じだよ。頑張ろうね。かわいい、ありがとう。握手会したいよね、わかる。私も握手会したい。握手会ってか、なんか、なんだろう、お出迎えでもう今できちゃってるけど、その直接話せる機会がさ、本来は多分お出迎えとかないわけじゃないですか。だからね、握手会いいよね。今週末そう、どっちも出ますよ。小林優さんに似てる。え、待って、めっちゃ言われるんだけど、それなんかめっちゃ言われる、それ。マジですごい、でも久々に言われたからなんかびっくりした。なんかすごいいろんな思い出した今。びっくりしちゃった。なんか NGT に入ってからそれ言われたことあんまなかったから。でも似てるってすごく言われます。多分世の中にいるアイドルさん、アイドルさんで多分一番言われるんじゃないかってくらい言われる。そんな似てるかな、そんな可愛くないですよ。え、待って、申し訳なくなってきた、ごめんなさい。これウィンクウィンクウィンク、メンバーは誰か見てきてって言われて、最初に行くと結構話せる気がする。確かに。お昼に家系ラーメン食べた。いいな、食べたい。ラーメン食べたいです。ラーメンが食べたい。冷やし中華いいね。こんばんは。混ぜしゃもじも美味しかったよ。でもやっぱ伊藤屋さんが美味しかったし、チャーシューが美味しかった。チャーシュー麺みたいなやつにしたんだよ、確か。そう、混ぜしゃもじ美味しかった。混ぜしゃもじはいつ行ったんだっけ、佐穂と桃かと行きましたね。
あ、そう、だるま屋さんだけまだ行ったことない。そう、伊藤屋さんのメンバー大きくてびっくりした。わかる、私も思ってた。それ今めっちゃでかと思って。新潟伊勢丹の7階で全国ラーメンリレーやってる。何それ、いい、ラーメンが食べられるのかな、違うかな。こんばんは、ハートありがとう。まぜしゃもじしか行ってない。まぜしゃもじは普通のラーメン食べましたね。でも、ま、なんかなんだっけ、なんか混ぜそばみたいなやつも食べてみた。私は昔は塩ラーメン一択だったんだけど、なんかその駅のラーメンストリートができてから結構なんか何何、家系、家系っていうの違うよね絶対。なんかなんかどんこ、なんて言えば分かんない、ああいう系のラーメンもう食べるようになった。昔は本当にあっさりしてるやつしか食べないかったんだけどさ。え、でもやっぱちゃんぽん麺しか勝たない。あの私こっち来てからちゃんぽん麺見たことないんだけどさ、絶対富山の人なら分かるであろう袋麺のちゃんぽん麺しか勝たない。こんばんは。え、似てる？そう、かわいい、ありがとう、嬉しいです。リカ様にも似てます。さすがにそれは、さすがにそれはお世辞すぎて、さすがにそれはびっくりです。嬉しいけど、ありがとうね。可愛くないです。あ、なんか推薦コメントが届いた、手通知今来たんだけど後で見るね、ありがとう。誰だ、たやきありがとう、流れ星もありがとう。うん、ハートありがとう。こんばんは。なんかわかんない、今多分これから仕事ある人とかもいるのかななんて思うけど。前髪が不調です。昨日まで2日連続でラーメン食べた。いいんだ。でも私もあれだ、一昨日の深夜の3時ぐらいにセブンイレブンで買った蒙古タンメン中本のカップラーメンを食べました。なんかマジで記憶なくて、食べたってことは覚えてるんだけど、なんか食べた後に秒で私は寝たっぽくて記憶が、深夜の記憶ってあんまりない。公園終わりに食べたい、わかる。朝ラーメンいいな、いいね朝ラーメン。そう、チャーシューがうまい、重ね、そう重ね醤油だ、おめえさ。美味しかった。ピスタチオのアイス食べた、あれ美味しいよね。新潟駅にあるジェラート屋さん、最近まだ全然行ってないんだけどさ、また食べたいなって。なんか一人だとさなかなか行かないんですよね、あのジェラート屋さん。なんか人となら入るんだけどさ、なんか一人だと適当に本屋さんチラって見て終わっちゃう。富山ブラック美味しい。そう、糸麺の
太麺のさ、あ、関西であるんだ。太麺のちゃんぽん麺がまじうまいので。でもこっち来てからは見たことないけど。ピンクのたい焼きありがとう。まだタピオカ飲んでない？私はあれ飲んでない、タピオカ飲んでないです。あのゴンちゃんのタピオカまだ飲んでない。多分もう空いてるのかな、さすがにもう空いてるよねきっと。最近ねゴンちゃんってよりかもう新しいカフェを開拓することに結構全力なのでラーメン好きだよ。罪深いもの食べ、そうだね、そうだよね、そうなの美味しい。深夜のラーメンほどうまいものはない。深夜にもうこと食べられるんですよ聞かれるかなって思ったけど、酒飲みの締めやめてください富山を思い出す料理はちゃんぽん麺以外、なんだろうな。私一回ファンの人なんかお出迎えで言ったことあるんだけどあの末広軒っていうラーメン屋さんが富山にありまして、そこのラーメンがマジで好きでめっちゃ食べてたのでおすすめです。富山行かないと思うけど行ったら食べてください。ブラックラーメンが有名だけど他にも美味しいラーメンいっぱいあるんだよ。こんばんは。そう伊藤屋さん重ね醤油美味しい。こんばんは。重ね醤油にチャーシューの食べると思うかった、美味しかったんですけど、え、でも重いぐらいが美味しくない、芋たれするぐらい食べたくないゆるるん。サーティワンのアイス、サーティワンのアイスは明日食べます。10個のやつね、実は。あ、言っちゃったよ絶対言わないでこうと思った。まだ食べてなくてサーティワンのやつ、10個のやつは明日とももちと食べます。うん、日朝待機私も好き。タイキーだよねブラックラーメンは。ゆりか様の番組の時みたいな駅で偶然メンバーに会いそう。ゆりか様の時はゆりかさんの時はあの本当にマジで多分見たら分かると思うんだけどマジであのオフすぎたそう本当にね、まさか使われると思わなかったですけど。リンガーハット私食べたことないんだよ、やばくない？八番ラーメン、わかる、八番ラーメン食べたい。こんにちは。勉強してる時のカフェはゴンチャじゃないですよ違いますよ。勉強ってかただ本を読んでるだけですけど。こんばんは。そう、新潟に見たことない。なんかさあのね、メールでっていうかあの自炊をしてて最近ね私自炊をしていまして最近めっちゃ料理作ってるんだよ、偉いでしょ。
そう、メール見てくれてる人はね知ってるって思うんだけど、この間エビチリとエビマヨを作ったんですよ。ですごく美味しくできたので、私って天才かもしれないって思っちゃうくらいには美味しかったです。みんなにも食べてほしいなって思いながら一人寂しく食べています。うん、コムパン美味しいよね。そう、一回キトキャントラベラー with tea でもやってた紹介してた工場。そう、ジュちゃん、ジュナと最近会ってないな、そういえば。めっちゃ運気で惚れうん、確かに。こんばんは。どんなの？エビチリ、そう、何作ってたっけ私覚えてない待って、でも炊飯器でチャーハン作った。でもやっぱり思ったけど、やっぱりチャーハンはフライパンで作るものだなって思いましたなんかスープも作ってたし、エビチリも作ったから、フライパンが空いてなくて洗うのだるかったから、チャーハンを炊飯器で作れるってやつを作ったんだけど、うん、でも今チャレンジしてみたい料理は、なんだろうな、なんだろう、結構さ、結構手の込んだものを作りがちなので、なんかシンプルなものを作りたい、シンプルなものを作りたい気分。なんだろう。フォローありがとう。俺のエビチリ。お、読むコメント間違えた。そう、メール、あ、読んでくれたのありがとうね。そう、エビマヨ美味しかった。美味しかったよエビマヨ。なんか、我ながら本当に天才かもって思っちゃうぐらい初めて作ったんだけど、なんかそう、本当になんか。いつでもお嫁に行けるくらいには、あの、美味しかったですちょっとね、料理以外の家事ももっとできるようにならなきゃいけないですけど、チャーハンまであって美味しそうすぎて食べたい確かにジュナもめっちゃ料理うまいよね。なんかいつか一緒に何かしたいですねセヒロキン、そう、ワンタン麺、そう、美味しいよね。ワンタン麺マジでうまいんだよ本当に。なんとなく下処理は一緒な気がする。エビの下処理ちょっとだるかったとか言っちゃうんだけど、お料理メンバーに振る舞ったことはないかな、多分。ん？ない、ないですね。ちょっと自炊ハマったのが最近っていうのもありまして、うん、すると最近メンバーを家に呼んだことがあまりないですね自分が行くことはあるけど、なんか逆がない。そう、コチュジャン、なんかエビチリ作るときに、エビチリ作るときに調味料が全然なくて、コチュジャンとか普通に使わないじゃないですか、自炊しなかったら。そう、そう、自炊なんか始めしようって思ってからいっぱい調味料買い揃えたの。お酢とか料理、お酒とかも、なんか
料理酒、料理酒、読み方わかんない。それってなんか水でも代用できるっちゃできるじゃないですか。だから買ってなかったんだけど、まあさすがに買いました。直感料理屋さんみたいですごいです。 ありがとう、褒められている、ありがとう。ピラフ、そうピラフ作りたかったんだけど、エビチリだからエビすぎるなと思ってやめた。ミステルメールは深夜には辛い。そうだよね。なんか私結構メール割とギリギリに送っちゃうからさ、いつもめっちゃなんか多分遅い時間に届くんだろうけど。春巻きいいね。レバニラ。実家にいた時はいやそんなにしてないな。でお弁当とかも最初はね自分作ってたけど、途中からなんか朝起きるのが嫌になっちゃってママが作ってくれました。そう、実家にいる時よりは全然料理してる。まあ当たり前なんですけど、一人暮らししてるから。いつ見ても一段と可愛い。ありがとう、こんばんは。ありがとう、こんばんは。そう、調味料がね冷蔵庫増えました。全然なかったんだけど増えた。でも思い出した、レンコンのはさみ揚げと豆ご飯を作りたい。今の気分てか最近思ってること、なんか私そう今まで全然自炊してなかったから、なんかその価格野菜の、ね、お値段とか全然知らなかったんですよ。それで謎になんかレンコンとか、レンコンって高いものっていう謎のなんかあって高いと思ったの。全然安かったから無事で作れるわと思って作りたいなって思ったんだよ。この間スーパー行った時、酒飲みの締めって言わないでくださいね。え、わかるわ。こんなってすぐに思いつく。割とあの YouTube 見てる。 YouTube 見てます。割とめっちゃ調べちゃう。全然思いつかないから。そう、前はめっちゃもう3食全部外食だったんですけど、かかってきたものみたいな。うん、え、餃子いいね、餃子いいね。ショールームでお久しぶりです。久しぶり。あとありがとう。私も豆ご飯食べてない。今日もこれから晩ご飯作るの。え、今日ね全然作るよ。もうねさっき言ったじゃないですか、私は弥彦に行こうと思ってたと。なのでそこでなんか買おうと思ってて、何も作る予定なくて、何もないです。いや、あの何あの作れる材料が。どうしましょう、ピンチ。クックパッドは、クックパッド、うん、見る。クラシルとかも見る。クックパッド。
ほら、ありがとう。え、いつの間にスクショしてたの？ね、お金かかるんだよ。そうなんだよ。卵かけご飯食べてないな最近。あ、ごめん、嘘ついた。嘘ついたんじゃなくて、今日セブンイレブン、めっちゃセブンイレブンだと生きてるみたいな人間になってるけど、セブンイレブンさんの卵かけご飯の卵かけ醤油、なんだっけ、卵醤油みたいな、卵かけご飯、口の中に入れたら卵かけご飯みたいなおにぎりを食べました。前食べて美味しかったから今日も買ったんだけど、それが最近のブームです。ネットスーパー、確かに。こんばんは。待って、それ好き、本当に一緒じゃん。あれ美味しくない？好きなんだけど、結構一緒の人がいると思わなかった。フォローありがとうございます。セブンの惣菜とかサラダ買いやすけど、わかる。嘘、言えてない。こんばんは。美味しい、安いし。ハートありがとう。こんばんは。美味しさが絶妙すぎてちょっと食べれる。え、わかる。なんかわかる。でもね、あの下の方になってくると卵がなくなって醤油だけのところになって悲しい。お疲れ様です。こんばんは。なんかさ、意外とね、お出迎えでみりちゃんショールーム見てるよって言ってくれる人が結構いるんだよね。だから、あ、意外とみんな見てくれてるんだって思って、嬉しい。セブンならオリジンの方と。オリジンって何？オリジン弁当ですか？違いますか？何ですか？オリジン弁当じゃないの？オリジン弁当って新潟にあるの？今日も可愛いね。ありがとう。今日はね、お仕事に行ってきたので可愛いです、多分。生卵より半熟が最近は好き。わかる、私もだよ。それは私ね、白身のピロピロが食べられないのでいつも取ってます。それは卵かけご飯とかしたら。たい焼きありがとう。こんばんは。ミリちゃんのショールもおもろい。おもろくはない、絶対に。人の言ったことを否定するなって感じなんですけど、ありがとうございます。新潟にないよね。かわいい、ありがとう。そういえばね、そういえば、そういえば、私ね、アマゾンで欲しいものをたくさん買ったんですね、今日。今日移動してる時にアマゾンでポチったんですよ。ずっと悩んでたけど、なんかもう衝動的にポチってしまって。それが明日の午前中には多分届くんだけど、本当に楽しみです。とてもメイク道具をめっちゃ買ったんだけど、めっちゃ可愛くて本当に楽しみすぎる。なので土日はそれを使って、もうフルでってか、下地以外、下地別以外、なんかお目目とチークとリップを新しいの買ったので、いつもと違う顔になれたらいいなって思ってるんですけど、だから土日はそれもあってね、見てほしいなって思います。メールでショールームの配信を予告してくださった時、すごい嬉しかったです。ありがとう。あ、ミリシカありがとう。ヤッホー、ハートありがとう。受付でショールーム見てるよって言ってみようかな。もう言わなくても分かってるから、今見てるから。見てくれてるのは分かってるから、ありがとうね。ハートいっぱいありがとう。納豆食べれるけど、納豆は
小粒は食べられないけど大粒なら食べられます。キワリとか食べれない。うん、昨日届いたバースデーメールが、あ、おめでとう。当日なかったけど昨日おめでとうでした。お誕生日メールさ、バースデーメール結構恥ずかしいこと書いてるんだけど。たゆきありがとう。アイドルの必要経費、そう必要経費だと思って買った。めっちゃ楽しみ。やばい、ハードルが上がったかもしれない。やばいやばいやばい。あのでも、うん、多分なんかその新しいコスメを使ってメイクするとちょっとテンションが上がるので楽しみです。私も。可愛くなれますように。土日は可愛くなりたいな。あ、お支払いはね大丈夫です。あの実はあの銀河英雄伝説でいただいたね合計6000円分のギフトカードとを使ったので割とまあ払う金額は減りました。でもうん、あれまあ払ったけど、クレジットで払ったので問題ないです。すごいずっとキラキラしてる子が、ありがとう。そう、女の子って大変だけど楽しい。女の子に生まれてよかった。アマゾンプライム会員ですと。そう、プライム会員なのでねすぐ届きます。ストレス解消の衝動買い。確かにストレス。こんばんは。ミリアメイクしなくても、いやメイクしないとね可愛くなれません。体調回復したらどういうかも。もう無理しないでね。そういうこと言われると待ってしまうので、期待してしまうので。お疲れ様です。うん、土日ね。そうなの。こんばんは。10月なんだ。オカメ納豆わかる。私もオカメ納豆好き。あのでも私が一番好きな納豆はあれ、卵かけみ、卵のやつ。卵のやつが好きです。卵かけご飯に なるみたいな納豆があるじゃないですか。あれが好き。なんだっけ名前忘れた。あのこうやってパキッて、たい焼きありがとう。かわいい、ありがとう。流れ星ありがとう。月花がメリーちゃんだったらなんて話をしたらいいかな。なんでもいいよ全然。聞いてくれたらなんかでも答えるし、あのうん、なんでもなんでも全然、なんでもいい、なんでもいい。メリーちゃんこんばんは。キュルン、ありがとう。うん、たい焼きありがとう。かわいい、ありがとう。たゆきありがとう。たゆきありがとう。ペンライトありがとう。うん、期待しててください。あれね、おいしいもん。あ、寒天ありがとう。絶対違う。4期生に受付してもらったことない。うん、そうなの。ぜひ来てね、私の受付に来てください。しゃべろう。あの開演2時間前から1時間やってるので。ハートありがとう。こんばんは。そう、たい焼きありがとう。とろっと卵、絶対違う。なんかそんな感じじゃなかった気がする。わかんない。フォローありがとうございます。
まだ外が暗くないことにびっくりした今。お出迎えはこっちから話した方がいいですか？え、お出迎えは全然全然どっちでもいいんだけど、私はなんか私もそんなに何めっちゃ話せる人間じゃないじゃないですか。だからなんだろう、なんかどっちでもいいんだよ本当に。全然話したいことがねもしあったら全然話しかけてくれていいし、すごいね話しかけれなかった話しかけたそうだなって感じだったら私が話しかけるの。こんばんは、いつも小さいスタッフのお姉さん。あ、そうなんだ。なんか本当にお出迎えの時とかもスタッフさんめっちゃ優しい。ミリが目の前にいるときょどってしまう。こんばんは。きょどんないで。きょどんなくて大丈夫だよ。全然。全然。こんばんは。見つめ合うだけでいいですか？ちょっとキモいかも。今度何か言ってくれるの待ってみようかな。なんかやだな、試されてるみたいじゃん。うん、こんな可愛い子が20センチぐらいのとこにいるんだよ、ドキドキしないよ。確かに確かに、うん、でも確かに割と近いよねお出迎えって。でも私ももうなんかこのお出迎えの机みたいなのがあるじゃん、でその下にまた机みたいなのがあるんだけど、こっち側にその本当にギリギリまで前に出てるから多分余計近いんだと思う。こんばんは。やっぱハーフツインが落ち着く、落ち着く、ハーフツイン一番落ち着く。見て髪の毛が。顔認証うまくいかない人、あ、いるよ、あ、いるよとか言って。顔認証なんかできない人いるたまに。なんか割と8割ぐらいは結構ガチでね、8割ぐらいは1回で行くんだけど、行かない時がありますたまに。でもあの、うん、何回かやれば。あとなんか、なんか 暗さ照明の明るさとかもあるっぽいです。でもあれだよね、なんか顔認証1回で行かなかったらあれってなっちゃわない？たい焼きありがとう。お見送りも前に出ていて、お見送り、あ、ありがとうございますね。お見送りね、お見送りでさ伝えたいことがなんかその人になった瞬間に例えばなんか伝えたいことがあったとしてもその一瞬じゃ思い出せなくて、だからもうなんか今日はこの人がいたからこれをお出迎えお見送りで言おうってもう決めておきたいくらいには伝えたいことが毎回伝えられないので悲しいです。平気ありがとう。ミリタンかわいい、ありがとう。あ、俺です。マスクとかメガネ、あ、顔認証はね
マスクは外してもらって、眼鏡はその顔認証の顔の写真で眼鏡とかしてたらそのままで、してなかったらしないっていう感じです。もうその撮ったらその顔認証の写真のまんまで撮るって感じだよ。顔認証で眠れれば勝ち。どうなんだろう、メリちゃんニヤニヤしちゃった、どうしないかニヤニヤしてたもんね、反応するよ、大丈夫大丈夫。身長低いし、メリちゃんも身長高いから、で向かう目線が同じぐらい私そんな身長高いかな。認証できなかったらずっとおしゃべり、いや認証できなかったら後ろのスタッフさんが困惑し始めて、私も困惑し始めて気まずい空気が流れます多分。だからあの決してそれがいいわけじゃない。おめくり近づいてくれるの嬉しい。うん、そう、スケブに感想を書いてますね。確かに うちは嬉しかった、ありがとうね、こんばんは、大気ありがとう。顔認証の写真見て笑わないですよ別に笑わないです、そんなひどい人間じゃないので笑わないです、別に結構見てるとか言わないです顔認証、そう、あの、はい、なんでもないですうん、昼公演生誕 T シャツ、私のもしかして、それだと嬉しいんだけど、まあ、もっとかっこいい写真にしておけばよかった。でもなんかね、おもろいんだよね、なんか後ろに行列できるスタッフさん姉さんの冷たい視線がつらかった。うん、そうなんだ、こんばんは。あ、でもあれか、土曜日はさ5人じゃないですか、前座出るの。だからあれだね、2回出たら2回、うん、多分ほとんど全2回出ないといけないから、多分お出迎え合計1時間ぐらいすることになるのか、多分やばいな、そう思うと。高確率で私がいると思います、土曜日は。こんばんは、たやきありがとう、ありがとう、時間教えてくれて。顔写真の目つきが悪くてごめんなさい。大丈夫だよ、気にしないから出迎えミリちゃんで言ったら違うメンバーだった時のリアクションが取りづらく、確かにやっぱりね、知り合いとかに聞いてくださいこんばんは、お出迎え立ち仕事ですよね、お疲れ様。いや立ち仕事だけど全然そんなあれだよ、大丈夫、全然あのみんな知ってる通り、私はお出迎え終わったらなんかいろいろしてるので戻って座って座ってあのけん玉とかしてるので全然元気ですメリタンのたどりって撮影は隆が多いんだって。そうなの、なんで、あのゆうちゃんが言ってたのかな、めっちゃ言ったことなかったっけ。私のたどりって8割方ゆあちゃんなんですよね、
なんかゆあちゃんに写真撮ってもらうと盛れるの、盛れるし、ちゃんと私の撮ってほしい角度でちゃんと私の要望通りに写真を撮ってくれるから、毎回ゆあちゃんに頼んでしまっていてとても申し訳ないんですけど、でもね、そうけどなんかたかしっていつからたかしになったんだろう名前が。3枠目ならちょっとね、もう、あ、そっか、3、そうだね、確かに。たゆきありがとう、土曜日、かなち大好き、ありがとうね。みりちゃんチャット見てっていいなっていつもなってる。謎に何の話してた私わからないな、やばい、脳内が回ってないです。ありがとう、なんか褒められてるからありがとうって言っとこう謎の動画が多いからかな、知らないですけど、なんか私本当に変な動画撮りがち。でも味噌汁の動画はなんか好評だったのでまた撮りまーすYouTuber 気取りしてるから、うん、お疲れ、仕事フォローありがとう。たかしから聞いた、こんにちは、元気のみりちゃんが見れればそれだけでもありがとう。受付にメンバーの自己紹介書いてあるけど、あれはそうだよ、あれは前座で本当にめっちゃずっとあるじゃないですか。だから前座というシステム制度が始まる前に書きました。なんかこんなにずっと使うと思ってなかったからさ、なんかもっとちゃんと書いて、なんかちゃんとすればよかったなんかあれだなって思ってでも最近はあのクリアカードをみんな貼ってるじゃん、私も貼ってるんだけど、今月はイチゴのやつだからイチゴのやつを貼ってます。あれはねもらえるので、メンバーはあれを貼ってるので。こんばんは、たかしはたかし、あ、お出迎えね、なるほどね、なんか分かったわでも絶対その方がみんな分かるよなって思うの。あとシンプルに私がみんなと話したいっていうのはある。こんばんは、けん玉の動画すごく可愛かったです、ありがとう。なんか私の結構ガチリアクションなんですけど、こんばんは、研究生公演ね、みりーちゃんはさん付け、私どうだろう、あんまさん付けしない気がする。仲良くなりたいのもあって、そんなにさん付けは最初の方はするけどあんまりしないよね、多分呼び捨てファンタジーなので、呼び捨てファンタジーが好きなので呼び捨てします、結構流れ星ありがとう、たゆきありがとう、こんばんは、いちごのシアタークジとクリアカードめちゃめちゃ可愛いね、なんか今回のいちご割と漏れてた、今まで出てきたやつの中だったら、自分的にね。そう、あとうちわ、特賞のうちわが結構あの自分漏れてる画像でしたなのでうちわをぜひ特賞を当ててくださいここめっちゃボコボコしてる、通じ合えて嬉しい、たゆきありがとう、フォローしました、ありがとう、レインボースターありがとう、待ってレインボースターって言われて久々に言ったな、うん、フォローありがとうございます、こんばんは、メールのメリーの写真は目遣うけど意識してる、してるよしてる、上から撮った方が可愛く撮れるので、そう言わなくてもね、ユニコはいつも上から撮ってくれます、分かってるんだよ、
多分私のことをそういつの間にか呼び捨てしてた流れ星ありがとう。23日めいちゃん特集当てに行きます。お当ててください。頑張って。なんかいつからだっけな、書けるようになったじゃん。4期も黒板にサインをさ書けるようになって、その写真、自分のサインをお出迎えとかしてて撮ってくれてる人がよく見かけるので、すごい地味にちょっと嬉しかったりする特集宇宙しか当てたことない。うん、特集にご縁がない。なかなか当たらないよね。なかなか特集自体当たらないのに、そもそもそれで推しをさ当てるってめちゃめちゃむずくない？こんばんは。かわいいだって。ありがとう、ありがとうね。たかし有能なんだ。そうなんだ。うん、4期生の特徴にはまだいない。そっか、でもお出迎えしてると黒板撮ってる人のことが見えるんですね。だから、あ、この人はこの先輩のがことが好きなんだとか、なんとなく分かる。特徴のハードルさすがにも、そう、うん。シャッターガジ回すと5回やつ4件出てくる。あ、そうなの？それは喜んでいる？私は出るのかな。みーちゃんがお出迎えなら特徴当てられるかも。いつもお出迎えしてるけど当てられてないじゃん。特徴じゃなくてもなかなか推しが出ない。たやきありがとう。うん、優しい世界線。推し地引きできねえ。そう見えるんだよね。サイン書いてあって嬉しかった。今まで見えかなかった。確かにサインね、あ、なかなかないからさ、書けるようになって嬉しいです。出演メンバー全員撮ってる人少ない？え、でもいると思うよ。結構いると思う。多分なんかいっぱい撮ってるなって人いるもん。うん、特集をきっかけでメリッチャン推しになりました。嬉しい、ありがとうね。ありがとうございます。いっぱい頑張るので見てね見てねとか言って。メロンソーダです。どうしよう、推しやめるとかやれたら多分私ってあれなんだよね、キルキルとか言ってて中身多分一番キルキルからかけ離れてる人間なので多分私のことを知ってくれてる人とか、して知ろうとしてくれてる人っていうか、 なんだろう多分ね、メールとか見てたら多分分かると思うけど、中身かなりおじさんなので、あの、注意してください。私多分一番中身おじさんな気がするわ、マジで。うん、ありがとう撮ってくれたの。うさぎちゃん、そう、シアターくじ伊藤さんとどっちメリタの時はいた。やった。なんか今日の服は可愛いでしょ、これメロンソーダみたいな、メロンソーダみたいな。メリーの存在がワイの特徴です。イケボじゃなくてそれゲスボな。めっちゃ毛が欲しくて全員のチャット取ってしまった。うん、やったね、ありがとう。チャットのキャンペーン今日までなので、はい、うん、ぜひ。お疲れ様です、お疲れ様です。確かにいっぱい取ってる
そんなことない、あるよね、はい、あるんだよね、そんなことない、そんなことあるんだよね。いや深夜の仲間マジでうまいからやってみって。フォローありがとう、おじさんだよ。だって私昨日の夜ね、あ、またセブンイレブンの話だ、あ、やばい、セブンイレブン怪しすぎよ。昨日の夜あの炭塩焼き食べました。あのでもなんかタンって、タンめっちゃ大好きなんだけどさ、コンビニとかに売ってるタン、この間なんか毛が生えてて、いや違うの、なんか知ってたんだよ。だってタンって舌じゃないですか、だから毛が生えてたの、なんかでそれがトラウマで、なんか気持ち悪くてもうタンを食べるのをやめようって誓ったぐらい気持ち悪くて食べなかったんだけど、なんか昨日なんかそう、それを忘れてて、なんか普通にタン塩焼き買ったら最後の一個ぐらいでなんか毛が生えてて、なんか一気に気持ち悪くなった。やっぱり私が信用できるのは耳がしかないなって思ったんだよね。こんばんは、昨日の朝のメールのお写真、待ってな、どんな写真送ったっけ、全然覚えてない。お芝居に生かされてるのかもしれない。タンに毛が生えてるの、え、もうフフフ、違う、本当なの、本当にそんなことがあるんですよ、本当に。単に毛が生えていてマジでちょっと気持ち悪くて、普通に。ベルナイトありがとう、こんばんは。砂肝しか勝たん、わかる、砂肝大好き、てか私多分基本コリコリしてるもの好きなんだ。ミミが食べたことないの、絶対食べた方がいいよ、コリコリしてるものが好きだったら好きだと思う。こんばんは、スワットメリーさん、失礼さん。やばい、思い出せないぞ、結構座って写真撮ること多いんだよな。そんなに毛が生えてる、だに普通、あ、違う、本当に生えてたの、見せてあげたい。その毛、単に毛が生えててびっくりした時はなんか今何の話してんだろう、そのなんかその部分だけマジで気持ち悪くて食べなかった、捨てたんだよね、そこだけ気持ち悪くすぎて。ミミしかありがとう、こんばんは。ミミが豚の耳やぞ、知ってるよ。だってローソンのミミがに豚のイラスト書いてあるもん、あ、これ豚の耳なんだって思いながら食べてる。でもね、何のなんだとしても私は美味しければ好きなので、あまりそういうことは気にしないタイプです。ミリちゃん、タン押しだったんだけど、タン押しってどういう意味だ。あ、ごめんなさい、なんでもないです。いや、美味しいよ、タンは美味しい。ミリと居酒屋飲みに行きたい、行きたいね、行きたいねとか言って。こんばんは、そう、あ、楽しい、あ、ありがとう、たゆきありがとう。おい、あがしを見るとやきこに行けなかったことが悔やまれます。牛の唾液はなんちゃら、なんだろう、なんかの効果があるの、そう、タン押しです。ライター、
ありがとう。最近早く髪伸びないかなって思ってる。なんか来たんですけど来たんですけど、まあでもきっとそのうちまた伸びると思うけどさ。ミリとお酒飲みに行く楽しそう。いや絶対楽しいよ。なんか私と飲んでも多分楽しいと思う。あ、育毛効果ね。育毛効果、タンが育毛効果があるのか。じゃあもっと食べなきゃ。いやでも毛が生えてるの嫌なんだよ。どうしたらいい。こんばんは、キュルルンキュルルン。ハートありがとう。たい焼きもありがとう。みりちゃんとなら絶対楽しい話しかしないしんやろ。それな。絶対楽しいよ。かわいい。ハートありがとう。お風呂上がりで見ています。お、私より先にやることをやっている人だ。お風呂上がり早いな。お風呂入るの早くない？早くないか。ペンライトありがとう。ハートありがとう。うん、最近ありがとう。今日は昼から新潟行くけど酒飲んで、また来た。そうなんだ。どこで飲んでたの？うん、ほらありがとう。本当にトゲトゲの毛が生えてたの。写真撮っとけばよかったな。居酒屋吉原絶対やだ。せめてね、メリーとかがいい。せめて下の名前使いたい。吉原はちょっと使いたくないかも。ちょっと嫌かも。あ、やばい、 TVer か通知が来た。こんばんは。ね、お酒ね。でも最近マジでドラマめっちゃ見てる。全然前 TVer 見なくて全然通知来なかったけど、最近めっちゃ見てるからめっちゃ通知来んだよね。でももうドラマ終わるぐらいじゃないですか。終わってるじゃん、いろいろと。だから夏またもっとドラマたくさん、なんか1話から見たいからさ、どうせならいろいろ見ようと思ってんだけど。でも今ね TVer で逃げ恥の再放送みたいなのをしてて見てます。逃げ恥めっちゃおもろい。あと失恋ショコラティエ、失恋ショコラティエっていうね、多分私なんかで言ったな、なんか好きなドラマは何ですかって聞かれたら失恋ショコラティエですって答えるぐらいには多分この世にあるドラマの中で一番好きなドラマがあって、それも再放送してますのでぜひ見てください。誰、私は。メリークラブ、あれやりたい。嫌いなのかもしれないで、メリークラブって言ってたら、おかしい、絶対おかしいんだけど。逃げ恥なっすぎるね、懐かしいよね。だって私逃げ恥流行った時中学生だったもん。やばくない？もうなんか時代を感じるんだけど、中学生の時の全校集会で逃げる恥が役に立つのドラマの、ダンス、逃げ恥のダンスあるじゃん、あれを
みんなで踊った記憶があるから、あれが中学生ってことはやばいな本当に。やだ、私はこんなに歳を取ってしまった。こんばんは、あ、いっぱいフォローありがとう。こんばんは。そう、松潤さんと石原さとみさん、そうだよ、それだよ。これキュンキュンするドラマみたいから。あと東京タラレバ娘もそのやってた時に見てたから、なんか懐かしいなって気持ちで今も見てます。あと花咲舞が黙ってないもんみたい。こんばんは、大輝ありがとう。そう、失恋ショコラティエはちょっと切ないけどキュンキュンする。花より団子？花より男子？花より団子じゃなくて、花より団子、私は団子より花ですけどね。いや、うん、でも負けないな、どっちも負けないぐらいどっちも好き。え、でも花の方が好きだな。いやでも大体こういうのって花より団子の方が可愛いじゃん。花より団子って女の子の方が大体可愛いじゃないですか。え、でもなんか聞いたことある、それドラマの趣味合いそう。うーん、たやきありがとう。外国のドラマはあんま見ないかな。外国、何洋画とか見るなら映画館に行きます。そうなんだ、知らなかった。昔のドラマですか。たい焼きありがとう。こんばんは。全然字幕派だよ、字幕、全然字幕。字幕って下に文字が出るやつですよね、あれだよね。じゃあ字幕です。私は来月、来月だかな、多分来月に出るなんか月みたいな宇宙系の映画が出るんですね。だからそれが今一番楽しみ。なんか忘れた、月のやつ、月の探索みたいな映画が出るんだけど、楽しみだなって思う。今やってる映画はね、今何やってんだろう。この前見た時はそんなに、あ、これめっちゃ見たいなってやつがなかったんだよね。たゆきありがとう。そう、でもこの間台湾とのコラボの映画見に行ったって言ったじゃないですか。で、ずっとそれから台湾モチベがすごくて、台湾行きたいなって思ってる。うん、虹がかかった、ありがとうございます。ありがとね、感謝。先生ありがとう。学園ドラマめっちゃおもろいよね、学園系めっちゃ好き。こんばんは、フォローありがとう。はじめまして、はじめましてか。台湾おすすめ、住みたいぐらい好き。台湾行きたいな、この街並みがすごくいいなと思って。一回行きたいんだよね。8番出口とか8番乗り場ってゲーム、ゲーム実況めっちゃ見てたけど、
やったことない。私ゲームはね見るだけでいいんだよね。みあのような人間だから。この間なんかコンビニの店員さんみたいな名前のゲームがあって、それのゲーム実況を見てたら途中で怖くなっちゃった。多分向いてないなって思った。なんかホラー系の、あの ドラマじゃないゲームなんだけど怖かった。なんかバッドエンドが怖すぎた。なんかすごいなんか血とか出てくるようなガチのホラー系じゃなくて、なんか人間性みたいな感じのホラーだったから余計怖かった。でもマリカのゲーム実況は割と見てます。好きだから。まあでもスイッチお兄ちゃんに取られたのでできないですけど。しれっと取られたので。こんばんは。たやきありがとう。うん、ペナルティありがとう。ホラーゲーム？そう、怖いの。人間が一番怖いですからね。すごい、おまためコメント。そう、お化け、お化けなんてね、怖くない。お化けよりも人間が怖い。そう、マリカ。マリカ。あとなんかリラックマのリラックマのゲーム実況めっちゃ見てる。なんかめっちゃね癒されるので見てます。こんばんは。仕事を終えて帰ってきました。おお、お疲れ様でした。頑張ったね多分。一番怖いのは自分自身の方。いや本当そうなんだよ。なんか最近自分のことが分かんなくて、あ、病んでるとかじゃないんですけど。うん。このグループに入ってからね、自分のことが分かんなくなっています。自分がしたいこととか、なんだろう。なんだろうな。うん。難しいね。いろいろと。こんばんは。リラックも。ハートありがとう。たやきありがとう。やばい、本当に。団子食べたい。お団子食べたい。えひこのお団子食べたい。マジで。マジで食べたい。やばい。死ぬ。食べたい。迷子なのかな。そう。こんばんは。あ、どうしよう、カラオケしようかな最後に。どうしましょうか。こんばんは。カラオケでも歌ってほしいのなんかありますか。あれあったら歌おうかな。キャラ渋滞ならぬキャラ迷子。いやキャラではね、自分のキャラ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 クターキャラ何なんだろう私って。キャラ、うん、キャラ、キャラはね全然血迷ってないです。いや血迷ってんのかな、分かんない。血迷ってんのかもしれないけど、私の中では別に別になんかそんなに。
キャラじゃないしね、キャラじゃないけどですね。今更感がすごいけど遅いね、もう中身がおっさんだから。私はたい焼きありがとう。ピンクのたい焼きかわいいけど茶色のたい焼きの方が美味しそう。うん、笑顔の引き出しよければ逆に見失う。中身かわいくないですよ。嫌いなのかもしれないってさ、カラオケ入ってたっけ。ちょっと待って、入ってなかった気がするんだよな。ちょっとイヤホンを取ってくるのでちょっと待ってください。よいしょ、え、待って、イヤホンどこやった。ただいま。ジバルデイズ。脱めたい。きちんとメイクして配信？いや、私配信するときメイクしないときの方が多い気がするよ。あれだね、今日はただお仕事があったのでメイクしてるだけです。うん、え、何歌おうかな。ちょっと待って、うん、絶対嫌いなのかもしれない、入ってないんだよね。入ってたら多分今まで歌ってる気がする。ジワルデイズは泣いちゃう。夏曲、夏曲、え、ちょっと調べたいわ。ちょっと待って、ちょっと待って。桜のつぼみを続けた時、さよならクロール、いいね、夏って感じ。ちょっと待って、48の夏曲、何がどんなのがあったかちょっと調べてみよう。夏、ごめんね様。そう、48、あ、48じゃなくてもいいのか。そっか、坂道さんでも歌えるやつは歌えるから。なんだっけ、何が歌えるんだっけ。48グループと坂道グループとラストアイドルさん系列とか、もう歌えるんだっけ。シオロケさんとかも歌えるのかな。あとイコラブさんとかの系統のグループ。メロンジュース12秒、パレオエメラルド、ごめんね様、おいでシャンプー、波乗りかき氷、ハッシュタグ好きなんだ、意外にマンゴー、え、青春高校、え、どうなんだろう。なんか喉が調子悪い。波乗りかき氷は日向さんの卒業コンサートでバックダンサーをやらせていただいたので
めっちゃ聞いてたね一時期。歌いたいのあったので歌います。え、やばい、カラオケ配信とかマジでいつぶり。え、マジでカラオケ配信するの久しぶりすぎるんだけど。あれを歌いたいので歌いますね。あれ待って、どこに、どうやってやるんだっけ。あ、引き取っている。うん、よし、じゃあちょ待って、ああ電話がかかってきちゃった、ちょっと待ってください。ほら、ありがとう。ちょっと待ってくださいちょっと待って、大事な連絡、ちょっと待ってください。うん、ミュート、ラグ、嘘でしょ。うん、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとレコズったんですけど、ちょっとこれだけ歌おうかな。ちょっと一旦ラブラドールレトリバーを歌いたいと思います。よし、え、待って、歌えるかな、久々すぎて歌えるかわかんない。ベイビーラー、真っ白なパラソールは君のひと夏の予約席、セブンティーズビキニが今年のお気に入りだね。パパやママよりも先にバカンスに来たのかい、oh yeah、去年はタイムオーバー、恋の続き太陽が待ってるよ、ラブラドール走って波打ち際へ
砂の上置いたけ、あの日のように3度で抜き捨てて、初めてのキスはしようか。やばい、久々すぎて。カラオケ配信自体が久々すぎる。そもそも、うん、なんか音符とかいっぱいありがとうね。音ずれてないかな。ハートありがとう。え、どうしよう、あと何曲歌おう。なんかあんま歌えなかったけどあと2曲くらい歌いたいと思うんですけど、なんかありますでしょうか、歌えてほしい曲などなど。夏曲でも何でも、もう何でも OK オール OK です「さよならクロール」待って、 NGT の曲でさ、何やったかちょっと見ていいですか。嫌いなのかも、入ってないわ。シャーベットピンク。シャーベットピンク歌おうかな。いっぱい配信しちゃってるので早く決めますね。こんばんは、うん、シャーベットピンクにしようかな。 NGT なので、すごいハルコンを思い出すね。ハルコンを思い出す。ここでこうやって走ってくる。なぜ季節は気づかないうちに変わってるのかな。街の景色も花たちの香りも着替えている。元気だったかい？何をしてたの？久しぶり。君らしいサーベットピンク。工事してた鉄骨のビルが完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい、髪を切ったせい、大人っぽい。太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる。
朝はシャーベットピンク、さりげなく思い出させる。あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだ。君らしいシャーベットピンク、パチ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 、ありがとうございます。なんかいっぱいミラーボールとかもありがとうございます。シャベットピンク、シャベットピンクシャベットピンク、みんなも久々に聞いたんじゃないですかねもうすぐ夏ですけどね、夏だからいい感じ。はい、なわけでちょっと次歌う曲を最後にしたいと思うんだけど、何歌おうかなーって悩んでます。何がいいかな。シャベットピンク、何がいいかな。次の曲、今来たばっかり、マックス、さよならクロール。どうしよう、うん、どうしようどうしようどうしよう。見どもり、メリーがオーディションで歌った曲はマックスと315番ですよなぎいち、待って、歌いたい曲がありすぎる、どうしよう、一個に決められないよ。でもあれだな、前座の曲歌いたいかも、せっかくなので。前座の曲を、前座の曲、何がいいかな前座4曲あるんだけど、みんな何が好きですか。見どもりですか。見どもりこないだやったから、見どもり歌うかな。なんか服が見どもりっぽいのでなんかあの4曲の中で一番見どもりがこの服って感じしない。見どもりってなんで欲しいなんだろう。見どもり歌おうかな。じゃあ緑と森の運動公園を歌いますね。よし、ひらがなで書くとダメなのか。近づく季節のその気配、
一足早く空をめくったカレンダー、ここだろうって約束した、去年の夏を忘れてない、まだ恋と気づかずに別れには口にしたこと、待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね、何回も見てしまった道の向こうを、君は来るか来ないのかな、もっとちゃんと言えばよかった、僕はそれでもときめく、ねえ、歌えるかな、半袖のシャツの制服が遠くからこっちへ手を振った、銀眼の僕はポケットのメガネをかけてやってきた夏確かめた、まさか会えると思わなかった、去年と同じ今日この日に、今恋と気づいたよ、一年も時が流れて、好きになると会いたくなる当たり前のことだよね、目の前で微笑むのは夢の続きだ、僕は何を話せばいい、二人ずっと見つめ合うだけ、セミがどこかで泣いてる、待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね、何回も見てしまった道の向こうを、君は来るか来ないのかな、もっとちゃんと言えばよかった、僕はそれでもときめく、やっとありがとうございます、ありがとう、いっぱい盛り上げてくれてありがとう、ありがとうね、やっぱ身の回りいい曲だな、久々にフルで歌ったけど、世界はどこも立ち入り禁止、全然元気だよ、いつか大人になるんだ誰もが、しょうがない、だって前言うだろう、気分の歌っただけですこんばんは、アンコール、アンコールしてもいいけど、なんか本当に最後にするよ、
でも歌うとしてもさ、大人になる前にか何かがいるか順序よろしくだったらどれがいいですか？前座曲もう一曲？なんだろう、なんだろう、何かがいる。自分と違う何かがいる。恋はエイリアンなのか、地球界の生物。劇場でなかなか聴けない音になる前、聴けるときに来てくださいね。はい、来てください。何が言いたいかっていうと、来てください。うん、よし。え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。なんか寂しいな。大人になる前にが聞きたかったらてください。夢の終わり、何が待ってるのか知りたい。よし、じゃあ仕方ないので歌います。決めた、決めた、決めたよ。きっと土曜日来れない人のために私は優しいので歌いたいと思います。でもワンハーフだけ歌って、これを大人になる前にワンハーフだけ歌って、何かがいるをフルで歌ってガチで終わりますね。さすがに終わります。いっぱいやりすぎてるので配信を。じゃあ、やばい、え、待って、すすぎて歌えるか、歌えなかったらやばい。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。Na na 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 na。 自分で決めたこの道は過ぎるもの何もないから。風は強いけど見晴らし行きたい場所へ行けると今日まで信じてきたのに、それが幻想で気づいてしまった。世界はどこも立ち入り禁止、夢の終わり、何が待ってるのか知りたい、知りたい。いつか大人になるんだ、嫌だって拒否しても、世間体を気にしながらだって前言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。すぐ切る人。ちょっとありがとうございます。そんなことで最後の曲もう入れちゃおうかな。ありがとう。
じゃあ本当に Today 最後の曲、なんで歩いたの Today 最後の曲いきます。ガチで今日最後の曲歌います。うん、よし。全力で走る、わけもわからずに叫んで、心に住み始めた変なものとどう付き合えばいいのだろう。恋はエリアンなのか、まさか初遭遇、体のどこかで気配がする、自分と違う何かがいる。恋はエリアンなのか、地球外の生物、ロマンにか共存している感情は片思い。キュンキュンが止まらない、息が苦しくなる熱い鼓動、今日を知ずに待っていた、隠した切なさい影ができた。あいつも好きだって聞いた、絶対負けないとつぶやく、根拠ない自信とその願望は木々を揺らす風になった。君はウイルスみたいに僕を蝕んでく、昼間も悪魔にうなされてる、愛した僕がいけないんだね。君はウイルスみたいに急に熱を上げるよ、知らぬうちに探し求めてるワクチンは両思い。誰かから移された、僕は何と戦えばいい。いつかはわかるさ、恋はエリアンなのか、まさか初遭遇、体のどこかで気配がする、自分と違う何かがいる。恋はエリアンなのか、地球外の生物、いつの間にか共存している感情は片思い。ありがとうございます。さあありがとうございました。そんなわけで本日終わりたいと思います本日の配信付き合っていただいてありがとうございましたありがとうございました。最後壇上読んで終わりたいと思います。何かがいるね、いい曲だよね。何かがいるいい曲、かわいい歌詞が。土日も前座出させていただきまして、頑張らせていただきますのであのまた見てくださいね配信ありがとう、こちらこそありがとう。また発信するね。
またするとき、はい、やらせていただきます。はい、今歌った曲が直接生で見たいっていう方、よろしくお願いします。土日頑張りますので、マジで土日楽しみにしててね。というわけで終わります、終わります。壇上を読みます。壇上読むね。13位、かつ NGTF で脱稿し、あとメリーの顔やすぎとして毎回変わらない。ありがとう、かつや、ありがとう。この間会えて嬉しかった。うちもありがとう。で12位がましろさん、ましろさん久しぶり、元気？私は元気だよ、ありがとう。11位がハッピーさん、ありがとう。土曜日だっけ、楽しみにしてるね、会えるの。そして10位がステラさん、ありがとうございます。ステラさん頑張ってね、お仕事夏バテしないでね。で9位がカンヤトさん、ありがとうございます。カンヤトさん、カンヤトさん、あれだ、スタクレ前にプレゼントくれた人だ、覚えてる。そして8位がひよりげたさんじゃん。じゃんとか言って、はい、同担拒否ですね、よろしくお願いします。ありがとう、なんか嬉しい、誕生乗ってくれるなんて嬉しいです、ありがとうね。いっぱいコメントもありがとう。そして7位がアイケさん、アイケさん、ありがとう。アイケさん虹もかけてくれてありがとう。アイケさんの心に虹がかかったかな、ユリの。何言ってるか分かんない。6位がミスター、ありがとうミスター、楽しみにしてるね、会えるの。私の特集を引いてね。そして5位が東郷、ありがとうだよ、今日もありがとうね。ありがとう、一緒に生誕祭楽しめたらいいなって思ってるから、よろしくね。そして4位がおいちゃん、たかおいちゃん、ありがとう。この間はたかおいちゃんのことをいっぱい見たので、いっぱい好きになってもらえてたらいいなって思うけど、どうですか。ありがとう、ウェラオケスタニオン。そして3位がラーメンマン@みりちゃんの羊、ありがとう。ラーメンマン土日会えるの楽しみにしてるね、ありがとう、見てくれて。2位がたつやぴ@みりちゃんの羊、ありがとう。たつやくんもありがとうね、来てくれて嬉しかったよ、多分仕事だったよね。ありがとう、ありがとうね。そして1位がテリーさん、ありがとうございました。何なのこのアバター。テリモーキバーガーさん、ありがとう。土日会えるの楽しみだな、ワクワクドキドキしちゃうよ、会えるの楽しみ、嬉しい、めっちゃ会いに来てくるの、やったね、ハッピー、出迎え待ってるね。というわけでありがとう、壇上乗ってない方もいっぱいいるので見てくれてありがとうございました。また配信しようと思うので、その時はまた言うので、また予約しておくので、またフォローしてハートをピンクにして待ってください、待っててください。ありがとうございました、元気でね、元気でとか言ったのが、みんなあれで体調を崩さないでね、暑いので、ありがとう。今日もメール送るので、あ、チャットもぜひ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 。ありがとう。メロンソーダメリーちゃんは封印しようと思います。ありがとうございました、バイバイ。ずっと言いすぎてて切るのがちょっと悲しいかも。バイバーイ、バイバーイ。
またね。え、スクショタイムしてないかも。スクショ。スクショタイムしてなかったんご。グダグダ。蒙古タンメン。おかしいよねこれ絶対。蒙古タンメンポーズ。めっちゃ意味わかんなくて無理。おやすみなさい。ぜひスクショしたやつ乗っけてね。ありがとうございました。ごめんめっちゃ忘れてた、スクショタイムすること。ありがとう。またね、バイバーイ。多分土曜日か日曜日、土曜日に会いましょう。バイバーイ、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ、バイ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 、ありがとう、バイバーイ。